はい、みつおチャンネル京都のみつおべたです。大阪のね、長堀橋駅というところで降りて、これからどこに行くのかな、茶じゃんみをね、食べに行きます。この間ね、東京でハマったわけで、またね、大阪でも食べようか、ということでね。はい、歩いていきますけれども、この辺、島の内言いまして、割とこの韓国料理屋さんとかね、中国料理屋、そういうところが結構ね、多い地域なんですね。ここもハングルで出てますね。最寄り駅はね、お店の、日本橋駅なんですけども、今日はね、あえて長堀橋駅から歩いて来てます。これ道頓堀川ですね。はい、橋を渡ります。はい、渡ってるところですね。はい、はい、ここですね、ニーハオというね、中華料理の、中国料理の、出ました、出ました、チャジャンミョンです。おお、量もたっぷりですね。ラーメンのね、大盛りより多いですね。たくあんとね、玉ねぎも定番ですね。ジャジャー麺というのは本来中華料理でね、もともとこういうやつなんですが、これが韓国版。はい、これはね、ちゃんと混ぜ混ぜしてたんですね。ちゃんと混ざって変中。いやー、美味しかったですね。もう東京ものに全然負けてないですね。最高です。東横インね、この間東京で泊まったホテルですね。はい、近くにね、これ国立文楽劇場というところありますね。これはあれですか、人形浄瑠璃とかね、やってはるところなんですかね。はい、まあこういうのやってますね。はい、ということでね、日本橋駅ですけれども、消防車大丈夫かいな。はい、ということでね、美味しかったですね。やっぱりチャジャンミョンは最高です。それでは、さよなら、さよなら。